どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレールのガズでございます。ドーンハニーさん登場でございます。こんにちは、はい、春の日差しの中、うん、2人で夫婦でセッションやってみようと思います、はい、今日はね暖かいね。暖かい。ちょっと暑くて今練習してたら、うん、もうちょっと暑いよねってか急に暖かくなりすぎってところもありますけど、 そんな中さらに暑くなっちゃう曲を今日はやりたいと思います、はい、今日夫婦でセッション取り上げると曲はこちら。ドーン色付きの女でいてくれよ。タイガースのもう梢さんがねこれがまあ歌うんですよね、よくね。サビとこ気持ちいいから、ね、サビ気持ちいいんだよね。このね夏メロなんだけど気持ちがいいですよ、うん、これは演奏もねあの比較的いい感じ、あの、うん、みんなも取り組みやすいと思います、うん、はい、コードとね、歌詞を出しておくんでみんなも一緒にセッションしてもらいたいなと思うんですけど、はい、この後ちょっとまあセッションした後にいろんなお話もあると思いますんで、ありますんで、はい、最後までぜひともご覧になってください、はい、まあ皆さんウクレレはまず始めてくださいよ、うん、楽しいからね。概要欄にねガズレレで始めるウクレレの始め方 URL 貼っとくんでやってみてください。さあそれじゃあもう早速やっていきましょうか。色付きの女でいてくれよ夫婦でセッションやってみる。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォだけれど、うん、なんていうのか簡単コードなんだけどねどんどん来るんですよ。そうで言葉が前のめりにこう来るんだよね、うん、さよなら僕のってこう前のめりにかかってくるから結構勢いに圧倒されちゃってるんですね、うん、でも素晴らしい名曲。でもここが気持ちいいんだ。いつまでも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 そう、ね、そうあのジュリーになりきっちゃうやつね。そうなんです。女子歌いやすいキーがね、うん、あのハモリもね、あの僕裏声だったけどね、うん、これはかなり気持ちいい、うん、はい、この曲いいですよ皆さん、おすすめ。あのガズレレレッスン動画、はい、ありますんで概要欄に貼っとくんでですね、もっとじっくりやってみたい方で、今回このメロディー良かったでしょ、うん、タブ譜出てましたけど、このタブ譜ね、これ簡単なんでやってみて、
これはね、あのタブフっていうのはこの概要欄にあのこの楽譜の読み方貼っとくんでですね、あのガズメロとかでも出てくるやつですけどね、はい、ちょっとこういうメロディーもあのこう夫婦2人とか友達とか仲間でねこうやるとですね、こうメロディーを弾く人とコードを弾く人で2人で歌うハモるとかいろいろこうあのね可能性がすごい広がる、こういうのをアンサンブルって言いますけどです、うん、はい、でこのあの夫婦でセッションってことアンサンブルの、ね、ヒントがいっぱい詰まってるんですよ、うん、でもう100曲以上は軽くやってると思うね、うん、もう3年ぐらい前からやってるんだよね、はい、はい、概要欄に再生リスト貼っとくんであの見てください、他の曲もいろいろね、はい、あのワイワイやってます、はい、このラフな感じがいいんだまたな、うん、でもラフな感じとはいえ結構やりましたね、そう、 うまくいかないの、そう、そう、 うまくいかない、やってるうち汗だくになってきてね、今ちょっと軽くさらにちょっと汗かいてきたかなって感じなんですけど、まあとにかくかっこいいセッションができてよかったなというふうに思ってます、うん、皆さんもね春の日差しの中あの気持ちがいいよ、うん、外でやるのもいいよね、そうだ、近々だからこの曲なかなか外はあれだけど、そうそう、去年はね桜の下の木の、ね、ね、何かね夫婦でセッションでね外でやったんだよね、うん、今年もちょっとあの来週あたり何かやるかもしれないなという段取りをやりながらもと、はい、ということなんですけど皆さん、はいはい、この本予約してくれたほら見て、これ色コーといってあのサンプルこんな表紙になりますよっていうのが我が家に来たんですよ、うん、まだ表紙だけですけどね、はい、中身はですねちゃんと香料といってやっと中身全て終わったという、うん、そういう段階でございます、知らない人のために言っとくと、ご機嫌ガズレレデイジというガズがめちゃくちゃいいことを言っている言葉がたっぷり詰まった弾き語りをやる上でとかも、とにかく小瀬さんも僕もねもう何回も原稿チェックでも読み直してるんだけど、読むたんびにもう感激です、でも本当にいい本だよね、うん、ぜひ皆さんこのね本の言葉をねちょっとね、インストールしていただいてですね、さらにこう楽しくなれるんじゃないかなと、ただいま大好評予約受付中でございます、でこのね出版記念イベントね511目黒で、東京目黒で開催、暑い511目黒で開催というお伝えさせていただいてたんですけど、満席になりました皆さん、うん、ありがとうございます、もう110名様以上で盛り上がっていくぞと、ウクレレ持ってきてくださいね、参加される方は、はい、ぜひ、よろしくお願いします、はい、ありがとうございましたということでございましたと、であと今月のお知らせはGラボウクレレのポップアップショップが、4月の20日21日と東京お台場デックスと台とえデックスお台場東京ビーチ、デックスお台場東京ビーチちょっと言いづらいな、うん、言ってみて、デックスお台場東京ビーチ、あ大丈夫だった俺だけだから、はい、はい、行われます 2days、あのお時間ある方ね、ぜひあの散歩がてら、散歩がてらっていうかあの気持ちがいいから、うん、あのデッキになってて、ね、外なんですよ、うん、はい、ぜひお越しくださればというふうに思いますと、はい、はい、そんな感じで夫婦でセッションとかも最近はいろいろガズメロだとかガズファーストテイクだとか引き続きレッスンとかいろいろ盛りだくさんでやってるんですけどですね、うん、まあまあ、春になったらまたね次は夏になっていて、その季節の曲やねいろんな曲をまた引き続きウクレレで、どんどん楽しんでみんなもやってみようぜということを提案させていただこうというふうに思います、うん、はい、よろしくお願いします、はい、今日の夫婦セッションはちょっと汗ばむ陽気の中、うん、よかった、いい演奏ができて、はい、はい、皆さんもこの曲やったらねもう一晩中頭の中ぐるぐるね、うん、いつまでもってなっちゃうと思うんでね、うん、ぜひやってみてください、はい、はい、それでは皆さん今日はお花見行くかなみんな、はい、ほんとね今しかないこの瞬間ギャッとこうね、うん、掴み取っていきましょう、はい、さよならバイバイ、